ですね、もうちぎりぎり、ちぎりぎり、左も、木がね、もう完全に埋まって、絶好の伐採スポットみたいにね、なっちゃっていますけれども、この辺りの、まあ、池とか川、もちろんね、バックバス、ナマズとかね、ブルーギルとか、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。テキサスベースです。今日はですね、昨日の、ですね、トロピカルストームのベリルがね、通過ね、しました。翌日の今日は7月9日火曜日です。テキサス時間ですね、今ねちょうどどうでしょう、夕方5時ぐらいだと思うんですけれども、ですね、先ほどちょっとね、この辺りはね、どんなものかなということでね、ちょっとね、車で、巡ってみました。最初のね、オープニングでね、流しました動画はですね、その一つでですね、このね、近所にありますあのブッシュ公園ですね、正確にはね、ジョージ・ブッシュ公園、その名のはですね、テキサス出身のジョージ・ブッシュ大統領ですね、からちなんだ、名前が作られてですね、一応公園です。結構ねインスタとかで、こうご紹介してますので、ブッシュ公園ですね、公園ともね、言いますけれども、基本的にはね、どちらかというともう草原みたいな感じのですね、ところなんですけれども、先ほどのね動画で見ていただいたようにですね、もう水がですね、往来して、左右ね大河のようになって、いましたけれども、本来ね、ブッシュ公園、というですね、それ以外ですね、実は貯水池ですね、実はあそこは、ね、貯水池としてのね、機能を持っている、その池、あの公園ということでですね、今日はね、その昨日通りですね、雨がね、流れ込んで、そしてね大河のようになってという感じでですね、あなたにね、降った雨がですね、一応あそこに流れ込んで、他の周りのところをですね、洪水から、守ると、そんなね、機能を持った公園です。今日はね、おそらく途中ね、あの道路の方までね、水がこう追いやって、いたところはね、ちょっとありましたけれども、おそらくどうでしょう、鬼怒川の雨はね、上がったのがちょうど、3時ぐらいですかね。それからおそらくどうでしょう、様子を見て、未明ですかね、早朝あたりにね、一応この閉鎖してた道がね、オープンされて取れるようになってた。そんな感じかと思います。今日はね、昨日あたりからちょっとね、順番に、アップロードをしてですね、動画関係でですね、で一応4番目に挙げたですね、一応の家についての、動画のね、これはちょっとね、ちょうど続きになりますので、ちょうどね、天候に関してっていうことのとですね、家に関してってね、4つのタイトルのうちの、2つですね、一応ね、今回ちょっとタイミングがいいというかですね、ちょうどね、追加情報として、お知らせしていくとですね、ちょっといいかなということで、今ね、ちょっと急遽、動画を撮ってます。
まずね、一応今回ね、その4番目の家っていう感じにね、挙げさせた、まあ、昨日ですかね、意外とね、まあ、住むところですのでですね、まあ、こちらの方に移住してきた人、やはりね、特にカリフォルニアから来た人はですね、やはりあの家を買おう、でかい家を買いたいという人がね、結構いるみたいですので、まあ、意外とね、ちょっと長めの動画になったんですけども、その家ですね、買うにあたってですね、まあ、ある意味、まあ、この辺り独特のね、ちょっとその家を買うにあたってですね、必要な重要なポイントですね、カリフォルニアに、ね、住んでる場合ですと、おそらくね、そのあたりのことに関しては、まあ、不動産屋の人で住むんですね、おそらく全く、この眼中にないようなね、まあ、テキサス、特有のね、まあ、ことだと思いますけども、何かというとですね、まあ、この天候、まあ、先ほどのね、ジョージ公園見ていただいた通りですね、この辺りはですね、非常にね、あの洪水ですね、まあ、冠水にね、こう非常になりやすい、土地柄です。故にですね、まあ、ジョージブッシュみたいな、先ほどね、雨降った時に、まあ、水が流れるというね、そんなようなですね、まあ、貯水池みたいなのがね、まあ、あるわけなんですが、あそこはね、本当ね、抜けるとですね、急にこう住宅街にね、急にこう自然の中から人んちのこう住宅街に入るみたいな感じのね、ちょっとね、変わった感じのこういう、条件というかですね、立地になってるんですけども、それはね、逆に言うとその周りのね、住宅街に流れ込んだ水をですね、まあ、被害を出さずに即座にその貯水池のね、ジョージブッシュの方に流し込むっていう意味ではですね、まあ近距離でね、なんとなくこう連立しているのはね、まあ、今となってはね、なるほどなっていう感じがします。そんなことでですね、まず、ここのですね、まあ、テキサス、まあ、一応調べるとね、まあ、やはりテキサスはですね、まあ粘土質のですね、まあ、土が結構主流っていうところがあるようでですね、故にね、まあ、水をね、こう吸い込まないっていうことですよね、中にね。結果ね、まあ、水が、吸い込まれないので、もう上にこう上がってくるしかないみたいなね、そんなね、土壌ということでですね、まあ、フラッド、まあ、洪水になりやすいっていうことです。ですのでね、一応この辺りでですね、まあ、家をこう買うにあたっても借りるにあたっても、まあ、同じくね、どっかアパートを借りる等の施設もですね、まずそのね、いざ大雨とかですね、まあ、ハリケーンとか気泡みたいなですね、そのストームが来た場合ですね、まあこう、まあ、洪水になるかならないみたいなね、そういう場所ですね、をね、意外とこうきちんと調べて、選択する必要がね、あります。これはね、私がやはりね、まあ、ここの地に来てですね、まあ、家を、まあ、探して、そして今度いざね、自分の家をね、買うっていう風になっている時ですね、まずその不動産の方に言われたのが、ここで言うとですね、この辺りでですね、言うとですね、その I-10 というのがですね、まあ、インターステートの15線ですね、国道15線というのがね、西から東にこう通ってるんですけども、一応ね、その不動産屋の人に言われたのはですね、家をね、探すのであれば、この15線の北の方はダメだよっていうね、これをね、まずね、最初に言われました。そして買うならね、この15線を境にした、南、まあ南の方に行けばいいよっていうことでですね、この北ですね、北のね、地域は実はですね、まあ微妙な差ではあるんですけども、土地がですね、まあ、低くこうなってる、関係でですね、まあ、水がね、行ってしまうということで、万が一ね、大雨が降った時に、家がね、まあ、冠水してしまうというね、そういうことがあります。ですのでね、
その、まあ、家をね、買うにあたってでですね、これも不動産先生にねアドバイスを受けたんですけども、あのフラットマットっていうねマップですね、このね、地域であればですね、その洪水の、まあ、起きやすい、まあ、レベルというかですね、それがねこういう地図になって、表せているものがあのフラットマップっていうねものがあるんですけども、これを見てね、まあ、基本真っ赤かみたいなのがあるとですね、そこはもう、確実にね何かあった時に、まあ洪水になっちゃいますよみたいなね、ところ、そしてまあ黄色緑とかね、そんな感じのところでですね、まあ探し出すということなんですね。ただね、この辺り、ですね、大きな範囲で見るとですね、全くね、こういうところとは、まあ、違う、まあ、例えばそのカリフォルニアとかと比べるとですね、気温はねある意味どこでも、洪水になってしまう可能性は、まあ、あるみたいなね、まあ、全体像的にはね、そういう感じではあるみたいなんですが、その中でもですね、なるだけその洪水の起きないだろうというエリアをね、まあ、選んで、住むっていうのもね、これ、まあ、この辺りね、特有の、ですね、まあ、注意点ですね。ですのでね、今ね、まあ、これもね、ここにまあ住んでる、人間のまあ生の声ということでね、意外とね、ひょっとしたらね、キーポイントになるかもしれないんですが、あえてね、ここの、まあ、まあ、熟知しているこの辺りの周辺でいくとですね、まあ、今言ったようにですね、あの15線というのがこう通ってるんですけれども、まあ、15線はね、まあ、東はニューヨーク、西は、カリフォルニアですね、まあ、途中ねこういう感じで、カリフォルニアから、来て、ニューヨーク、そしてこの辺りが、まあ、真ん中の、まあ、ヒューストン、この辺りのテキサスがあるとしますと、こんな感じにね、通ってるんですけども、その15線ですね、今言ったようにですね、この上はね、避けた方がいいよっていうことでね、私もそのフラットマットを当時見た時は、確かにね、赤赤赤みたいになっててですね、まあなるほどなっていうことをねちょっとこう認識した覚えがあるんですけども、そのね15線の上、実はですねとは言いつつもですね、今ね結構数年前から、あの辺りはね家の開発が、ものすごい進んでます。そしてでですね、結構ね、まあ、特定な名前がありまして、こう売り込みをねかなりこうかけてたりとかですね、まあ、インスタなんかでもねこう見てるとそのような関連、ですね、情報を引っ張ってきてねポーンとね、広告が出たりするようなねことがありますので、ちょっとこう見たりするんですけども、そのあたりはですね、まあ、新築ですね、きれいにね整備されたコミュニティがあってですね、まさにねドリームハウス、そしてなおかつね、安いところはまだねですね200,000 pounds ですね、台でまだまだね、買える新築があるということでですね、結構やはりねこう買う人は買ったりとかね、してる、まあ、ある意味ね人気のエリアなんですが、ただ、今言ったようにですね、まあ、安い理由はやはりね裏を返すと、その工事がね、起きる可能性があるということがまずはね、一つですね、それとですね、この町市ですね、まあ、たくさん中学校高校小学校とあるんですが、ね、一応ねその中で、まあ、一番歴史のある古い高校っていうのが、ありまして、そこはね、まあ、フットボールがね非常に強いですよということで、まあ、有名なんですが、ただ、他のねこの市内にある他の高校と比べるとですね、ややちょっとね学力が、落ちるみたいな感じでですね、要はね、まあ家の価格ってね結構その学区によってかなりこう左右するっていうのがあるんですけども、やはりね、
まあ、例えば小学校とかね中学校ぐらいがね、まだちょっと低い学力の学区のねそういうところで、まあこれ設定もまだいいかなっていう感じにはなるとは思うんですが、ただ高校生となるとですねやはりねもう大学に進学にしますとかね結構ねそういったようなね大切な、もうその学年ですのでやはりね、いい高校ね、なるのとですね特にね前回も話したようにここはですね、かなりね全体的のね、学力というか学がねどこも本当にいいんですが、その中でですねそこだけちょっとやはりね、高校としては少しね他のと比べると低いというねちょっとねそんなね事情もありますのでそれをね統合するとまだね先ほどっていうのはですね200,000 pounds というねぐらいの値段からねまあ新築もありますというそういう感じです。でねこの辺りね今こういうふうにね言ったようにですねその上にね今住宅がバンバンできている理由はですねまあ、これは私のね、憶測ですけれどもやはりまあ一つはね、人口が増えてるっていうことですね、カリフォルニアを含めて他州からね、本当にもう毎日いま、だに多分ね何百人単位ということでですね、こう移住してきてるっていうのがありまして、まあそんな自由がまず、まあ、一つですよね、そういうことでね、まあまあ、もちろん広いテキサスのでですね、やはりね、まあ、土地が、どうしようって言った時にですね、まあ、やはりね今まだまだ、余裕のあるその相手の上の方をね上の方にね行くっていうね、傾向がねちょっとあるようです。それとですねある意味対照的にですね、このですね、場所ですねその相手よりですね、まあ、下にですね行ってですねもう少し西の方に向かったこの辺りですね、相手をねこうあるとしたら、この上の地域に対して、この辺りですね、西の方、ここもね、辺りもかなり実は家が立ち並んでるんですが、実はね、ここはですねこの辺りの家はですね今度逆にね、結構な値段が、します、もうね、建てられてね何年かする家もねありつつなおかつまだねポツンポツンポツンとね、隙間を埋めるようにね家が建たれてるこの部分なんですが、ここはね、意外とまあ高い家がね今で言うとどうでしょう、まあ、ハーフミリオンとかね、さらにそれ以上みたいなね結構こう家が、立ち並んでるとこなんですが、こことね、ここにある家ですね、まあ、見るとねどっちもどっち、まあ、そこそこかなりいい家っていうようなね印象があるんですがこの値段の差はですね、今ね、まあ、説明した内容から察しできると思うんですが、まずねここの区切りはこの天の、北か南か、まあ、上か下かということですよね、これによってね、まず価格差バリューですね価値が、上がる下がるっていうね、ところですね。そしてなおかつね、この辺りはですね、そのこちらの方にあるですね、他の近隣のエリアですね、まあ、学区のいいエリアに付随しているですねところですね、こっちはね意外と増えるとポーンとねまた高校ができたりしたりするんですが、その理由はですね、まあ、今までねこのエリアに住んでた人たちがねどんどん人口が増えてくるとですね、学校のキャパシティがね、ちょっとこう追いつかなくなっちゃったりするとですね、まあ、新しいものを作ったりなんてね、まあ、その毎年毎年じゃ頻繁にってわけではないんですけどもできたりするとですね、もともとのここの、いいエリアにね、住んでた、子どもたちがですね、部分的にねちょっと今度こちらの方に、転校になりますよみたいなねそういうパターンが、組まれます。そうすることによってですね、もともといいね学区にいた、まあ、そこそこ勉強のできる子どもがねこっちにねプツンとね
通うようになることによってですね、さらに新しい学校もですね、非常にねこう学力の高い学校として、保持するね、そういうことができますので、そういった要素が、組まれているのが今、ここなんですね。ですから一応ね、まあ、値段だけで見るとですね、例えばここら辺で、まあ、築5年のものがありますよと、まあ、例えば3000スクエアフィートぐらいの、まあ、2階建ての一軒がありましたよと、まあね、ハーフミリオンでしたに対してね、ほぼ同等の家がなおかつ新築でね、ここがですね、まあ、例えばその半分ですね、まあ、$250,000 とかでですね、ありますよってね、なった時、まあね、そのあたりをねちょっとよく、見られると、その、まあ、カルクティというかですね、が出てきますので、これ結構ねこのテキサス、まあもう、まあ、この範囲この周辺のことに関してですけども、あとはね、テキサス全体的にね、この洪水フラットになる地域ってね、北の方も含めてねもちろんこれありますので、同じようなね、まあ、その環境状況にあるようなねところがあったらね、ちょっとその値段の違いをですねちょっと、深掘りしてね、調べて、買うのがね、これはいいと思います。現にですね、実はそのちょうどね 7,8 年も前になりますけども、確か2015年か6年にあったね、台風ハービーってね、この辺りテキサスではもう歴史的なね、まあ確か100年に一度ぐらいのレベルでしか来ないみたいなね、この界隈をですね、昨日ものすごいねやはりね、風と嵐とっていうかそういう状況だったんですが、ただね台風一過が1日でスッとね、通り過ぎるみたいな感じでですね、まあその停滞というかね通過してる最中はかなりね、まあ木なんかも結構垂れたりしちゃってますので、すごかったんですけども、ハービーはですね実はそのレベル、昨日はね、最終的に肩ぐりはね確かまだそれとも1とか2とかね、低いぐらいだったんですけども、このハービーはね、まあハリケーンの、最大肩ぐり5っていうのがですね保持した状態で、実はこの界隈はね、まあ5日間ここにね、とどまっていたような状態でですね、まあ、1年間のですね、降水量ですね、実はそれをね、もう5日間でね、それに達してしまったっていうことでですね、本当にね、ハービーはものすごいね、勢力のすごいね、まあ、洪水をね、もたらした、ところでですね、このエリアもね、ずいぶんと場所によっては、見栄がね使っちゃってしまったところがね、あるんですけども、ここはね幸い、高いところだったんですね、まあラッキーなことにねこのちょっとねそれがね本当にねそういったね、細かいですね、狭い地域でもですね、どれぐらいの海抜のところにあなたの家がありますよっていうのをですね細かく見れるようなんですね、実はそういった情報をね取れるものもね実はありまして、まあ、この辺りのねやはり、まあ、土地、まあ、フラッド工事をですねやはりね、きちんと知るためにそういうねデータも取れるサイトもあるんですけども、後々ね、それでその見た時にですね、本当ね、一本通りを挟んで向こうとかね隣の通りの人はですね、もう使っちゃってですね、まあ、自衛隊のヘリコプターで避難したりとかね、そんな状況の中だったんですけども、そういうさらかね、そういった状況が、提供ねされてたのでですね、まあたまたまこう見たところ、まあ自分のね住所を入れると分かるんですけども、見たところですね、たまたま、当時いた家はですね、ほんのね、一本挟んだ向こうとかに比べるとわずかにね、高いところだったんですね、高いといってもですね本当にあのテキサスもともとその山があったりとかっていうようなところではないので、一見ねもう全部全く同じような、まあ、体育館に行って、全て同じみたいなそれぐらいのねところなんですけど、まあ変な話ね、こういったような、国土通産省ですかわかんないですけど工事をねするような人がよくこう、日本でもね
こういったものを立てて、こう傾斜とかね払うようなね、そういう道具でねこうあの見たりしてますけども、そういったものでね測った場合、わずかにね、こちらとこちらは、例えば 2.5 センチ高いとかね、本当それぐらいのレベルのね細かな表なんですけども、わずかにね他のところが高かったためになんとかね、ハービーの時はですね、まあ、当時、住んでた家はですね、まあギリギリですね、まあ、駐車場のねスロープがちょっとこう高くなってたりするんですが、そこのね、たもとぐらいまでね、来た、ぐらいで、まあ道はねもちろん工事になってたんですけども、そんな、具合でした、ですのでね、再度今ね、まあ、家をね、探されるにあたって、まあ、テキサスの場合はねそのフラッドマップですね、これもね、きちんと、チェックしておくとね、いいかと思います、あとね今また洪水に関してのね、追加情報なんですけども、ねまあ家のね、まあ保険ですね、まあ、ホームインシュランスですね、まあ、一応入らなければいけないっていうね、まあ、決まりが、当然、まあ、ありますけれども、それに付随してですね、まあ、任意でですねあの洪水保険、まあ、フラッドインシュランスっていうのもですね、買うことができるんですけども、これはですね、当然ですね、まあ、家に、まあ、買った時にですね、その洪水に遭う可能性がねエリアであるですということをですね、一応そのお金のね、懐相談でね、当然そのあたりで買う人もまあもちろんたくさん、いるんですけれども、その場合はですね、基本的には、そのフラッドインシュランスですね、もう必須で入らなきゃいけませんですよとかね、そんな状況にはね、なりますけれども、その場合ね、一応ね、年間いくらですよということでですね、私もね実はね、最初の1年間ぐらいは、ここの家を買った時に入ってたんですけども、実はねここはねそのハービーがあった時も全く工事がなく、あとは先ほど言ったね、フラットマップとかですね、微妙なこの高さの、あれで調べるとですね、まあそういった、フラッドはね、まあ影響がないっていうね、一応ねそういったような判断のもと今はね、私は、フラットインシュランスは今はもう継続で、持ってないんですが、持ってていた時はですね、ちなみに1年間でねだいたい500ドル、ぐらいでした、ですからね一応そんなにはね年間を通じて、まあ、500ドルですのでそんなには高くはないので、ですね、まあどうしようかっていうね、ここはまあちょっと来る可能性があるらしいけどどうしようかみたいなね、そういう場所であればですね、まあ一応は入ったりとかね、これはもう間違いなく理想です。万が一ね何かあった時に本当に水が、家までね入ってしまって、まあ床上浸水なんかになるとですね、まあ修理相当ねこれ、値段がね、かかってしまいますので、一応フラットインシュランスね、これも忘れずに検討してください。